はい、皆さんこんにちは。本日はね、相田理香子ファーストライブツアー、カーテンレイズにちょっと、東京公演に行ってきたので、グッズの紹介なんかをちょっとしていきたいなと思います。まあ、あと感想なんかもね、行っていきたいと思います。まずはこちら、ブレード、かわいい、マジで。このブレード、ここにね、ラブライブのね、ブレードとまあほぼほぼ同じぐらいの大きさなんですが、ここにボタンがついてるのマジで使いやすい。色が12色あんまり これ色変わんないけど、こんなとこですね。この色がかわいい。見えるかな、リカコアイダって書いてあるんですよね。カーテンレイズ、こちらブレード1本目、ちょっとね握りにくいんですよね。ラブライブレードと比べてちょっと握りにくいですが、まあまあこんな感じですね。2つ目がT シャツですね。リカコアイダー。ちょっと開けてみましょうか。よいしょ。こんな感じで、カーテンレイズ、リカコアイダー。まあシンプルでね、すごい着やすいんじゃないかなと。裏がこんな感じですね。まあ、普段使いしやすい感じ。続いてがこちら、リボンキーホルダーですかね。このね、R のね、グラデーションが可愛いんですよ。C。グラデーションが可愛いです。リボンがね、ちゃんちゃんちゃんとついてますね。リカコアイダーライブツアーとカーテンレイズ、おしゃれ、いいですね。アニメしてない、アニメというかオタクしてない感じがいいです。続いてこちらシールですね。かわいい、本当にかわいいですね。パソコンに貼りたい。こちらシール700円、これいい買い物したなって感じですね。ラストこちらブロマイドセット4枚、ちょっとまだ開けてないんですけど、開けていきましょう。カット、来い、よいしょ。あ、いいです、かわいい、いい、一番いいの当たったんじゃない、よいしょ。おーおーおー、いいですね、いいですね。あ、いいね。あ、もう最高です、ありがとうございます。あ、もう1セットぐらい買えばよかったな。これいいものですね。これ全体的に並べてみるとこんな感じです。いいね、かわいいね。まあ、ライブの感想なんですけど、まあネタバレになっちゃうんでね、あんまり大したことは言わないんですけれども、まあね、バンドのね生演奏だったのですごい迫力でしたね。まあ、結構前の方の席に座ってたんですけれども、まあ、結構前っていうか、もうほぼほぼ先頭みたいなところだったんですけど、音圧がね、マジですごかった。でね、もう、相田理香子、アーティスト相田理香子っていうね、なんか成長が見れましたね、すごく。
歌がマジで上手くなってたね。本当に上手かった。もう口から CD 音源ってよく言うけど、本当にラブライブのフィフスライブぐらいからすごい、やっぱりソロデビューしてから格段に歌が上手くなりましたよね。サードライブツアーのラブライブのワンダフルストーリーズのね、ピアノフォルテモノローグとかね、うわなんかちょっと不安な感じまあお世辞にもね音が取れてるとは言い難いかったんですけれども、本当にね一音一音丁寧に歌われてて、いや本当すごいな、成長したな、アーティストだなって感じがしました ね。印象的だったのが、あの光と雨っていう曲があるんですけれども、まあね、相田さんのその曲を知ってればなんとなくわかると思うんですけど、アウトロがねすごくねあっさりしてるんですよね。なんかでも生演奏だからか、そのアウトロがアレンジされててすごい印象的でした。生演奏やっぱりいいね。そのワルキューレのセカンドライブもそうなんだけど、やっぱね生演奏だとね本当に音楽のライブですって感じがしてすごく良かったです。本当1曲目のミラーミラーから本当に感動、もうギルキスのライブから10ヶ月ぐらい本場のライブっていうのからね遠ざかってて、今年は本当にもう3つフェス、ラブライブフェスとギルキスのとこれにしか行ってないので、いや最後にライブに行けてよかったなって思います。今後もね相田さんライブやるらしいので、本当に楽しみに待っていたいと思います。今回はこんな感じでありがとうございました。